なかなかの味だな。このスープ複数の食材を組み合わせてはいるが、こいつは誰にでも作れるような代物じゃねえな。お、さすがだな。やっぱりあんたに食わせて正解だったぜ。そんなあんたを見込んで頼みがある。俺はもしこいつを超えるスープを作ってきてくれたら、8人分の食料もついでに水だって。面白い、その話乗ったじゃあ料理ができたら俺に話しかけてくれ。だそうは言ってもサンジ君、何か当てはあるの？さっきのスープめちゃくちゃうまかったからな。その辺の食材を使っても太刀打ちできねえんじゃねえか。そうだな、この辺で手に入るもんで使えそうな食材といえばサソリの足肉だな。サソリの足肉だ。そんなもん食えるのかよ。ああ、毒腺を破かないようさばく必要があるがな。それなりに手間だが俺なら問題ねえ。それともう一つ、サンディシェルって貝も必要だ。ありゃいい出汁が出る。スープにはうってつけだ。サンディシェルはこの辺じゃ珍しくねえ。近くの砂浜で簡単に手に入るはずだ。集めたらどうすればいいんだ？ここに戻ってきてキッチンを借りよう。最高のスープを作ってやる。よし、じゃあ食材集めてサンジのスープ飲むぞ。仕方ねえ、付き合ってやるか。まったくあんたたちは。あたしたちの目的はあくまで食料を手に入れることなんだから忘れちゃダメよ。なあサンジ、西の入り江に来たってことはここの砂浜でさっき言ってたサンディシェルが取れるのか？ああ、そのはずだ。だけど、どうやって探すの？みんなで手分けして
潮干狩り？いいや、ナミさん、ここは俺に任せてくれ。食材集めもコックの腕のうちってな。あったぞ。こいつがサンディシェルだ。こんな簡単に見つけるなんて、サンジすげーな。褒めたって何も出ねえぞ、チョッパー。次はサソリの足肉を手に入れればいいのよね。でもサソリってどこにいるの？砂漠に行けばいるだろうが。一応スパイスビーンに戻ってサソリの居場所を聞いてみるか。ああ、サソリの居場所を知りたいって？なんだってそんなことを。サソリなら荒涼の谷に行けばいると思うぜ。店を出てまっすぐ西へ進めば着くはずだ。わかった、ありがとな。なーに、いいって。それよりスープ、楽しみにしているぜ。よし、それじゃあお前ら荒涼の谷に行くぞ。おう！それにしても変ね。ん？どうかしたのか、ナミさん。アラバスタの地形って大体把握してるつもりだったんだけど、なかったはずなのよね。菜の花の近くにこんな洞窟。ここはメモリアよ。地形だって現実と同じとは限らないわ。そう。じゃあ前回の経験は当てにならないかもしれないわね。
よし、この辺のサソリ全部倒すぞ。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。サソリの足肉の私だってやるときはやるんだから。俺の仲間に手出すな。そこだ。めちゃめちゃ効いたぞ。レディーが待ってるっていうのに。待て、バースコート。トレインタフルール。やってやろうじゃない。いくわよ、サイクロンテンポ。トレインタフルール。ゴムゴムのバズーカ。シッシッシ、やったな。ちょっとこっちによこさないでよ。なんだかヤバそうね。トレインタフルール。やるか。くらえ。私の番ね。行くわよ。はっ。ま、私にかかればこんなもんよ。力が戻ってきたみてえだ。ヒヒヒ、調子がいいぞ。ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。サソリの足肉なんて一つで十分だからな。サンジ。おう。こっちには何があるの？かかってきやがる。行くぞ。ゴムゴムのバズーカ。シッシッシ、やったな。ちょっとこっちによこさないでよ。存分にやらせてもらうわ。トレインタフルール。レディー
が待ってるっていうのに。まったく嫌。バースコート。その程度だ。強烈なのをお見舞いしてあげる。サンダーボルト点火。さっさと目的を済ませて涼しいとこに避難しましょう。しっしっし、暴れるぞ。あいつうまそうだな。ちょうどいい。俺も腹が減ってたところだ。やるぞ。ゴムゴムのガトリング。レディーが待ってるっていうのに。ボーシャット。そっちか。三刀流奥義。三千世界。その程度だ。あんたたち。お金持ってるの？サンダーボルト、テンポ！ま、あたしにかかればこんなもんよ。みんなの役に立ってみせる。レディーには指一本触れさせぬ。レディーが待ってるっていうのに。まったく野暮な奴らだぜ。サンダーボルト。マナーがなってねえの。反撃開始だ。邪魔だ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。行くぞ。竜巻。しかし相変わらずうんざりするな、この暑さは。おいおい、マリモマン、どこに行くつもりだ。目的地はそっちじゃねえぞ。分かってるよ、うるせえな。
ってこい。見ろよみんな。おお、確かに。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。バースコート。ぶった切る。一刀流、いよい、シッソンソン。その程度だ。ぶっ飛ばす。ゴムゴムのブレッド。強烈なのをお見舞いしてあげる。サンダーボルト、テンポ。俺もナミさんにとどめを刺されたい。そう、いつでもやってあげるわよ。有料だけど。お、腕が鳴るな。さあ食え。さあ食え。これが俺の作った料理、
サソリと貝のスープだ。おお、興味深い香りがするな。おお、これはこの澄んだ味わいはサンディシェルから取った出汁。それにこの肉肉しい味わいはサソリの足肉を使っているのか。いやー、お見それした。こんなにうまいスープは初めて飲んだぜ。やった、大好評じゃない。ということは8人分の水と食料は。うまそうな匂いに釣られてきたら、ルフィ、お前がいるとはな。エース。ん、どうしたルフィ。エース、また会えるなんて思わなかった。おいおい、この間会ったばかりじゃねえか。だってよ。まあ話は飯を食いながらにしよう。腹ペコなんだ。そうか、じゃあサンジ、先の頼む。ああ、任せとけ。メラメラの実の能力者、危険のエースはルフィの兄である。世界最強の海賊、白ひげ海賊団の2番隊隊長を務める彼は、仲間殺しの海賊を追っている。いやー、うまかった。いい腕だ。当たり前だ、サンジは俺の船のコックだぞ。いい仲間を持ったな、ルフィ。おう、よし、うまい飯で腹も膨れたことだし、そろそろ行くか。またそんなすぐに行っちまうのか。ああ、積み忘れたものがあって戻ってきただけだからな。じゃあな、ルフィ、待ってるぜ、高見で。エース、見ててくれよ、俺は必ず海賊王になる。ルフィ、よかったな、エースに会えて。ええ、さて、それはいいけど、8人分の水と食料は？約束通りタダでやるから心配すんなって。ほら、持ってきな。絶品スープを飲ませてくれてありがとうよ。これでようやくレインベースを目指して出発できるわね。よし、みんな砂漠に行くぞ。記憶のパーツで作られた世界ってのはこんなこともあるんだな。そうね、危険な冒険かと思ったけど、こんな出会いがあるなら悪くはないわね。気は抜けねえけどな。やることは変わらねえ。ビビを見つけてワニの野郎をぶっ飛ばす。you